どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。メイフィーの中ではラッシー推しリュウです。さあ本日なんですが、診断でね、いろんな、まあ、カードが登場してまして、まあ、ティアラメンツしか誰も話題にしてないんですけども、メルフィーというね、テーマ、こちら強化されておりまして、ぶち壊れメルフィーモンスターが追加されております。ご紹介していきましょう。メルフィーワラビーさん、マジで強いです。はい、これどういう効果してるかっていうと、メルフィーの共通効果でね、召喚特殊召喚に成功した場合に、または攻撃対象に選択された場合に、なんか変身できる効果とか、あの手札に戻ってなんかするよっていう効果があるんですよ。なんかいろいろあって、デッキから、なんかモンスターを特殊召喚したりね、墓地のモンスターをなんかその回収したりとか、それから、サーチを入れたり、モンスターのサーチをね、入れたり、まあ、そういう効果を持ってるやつがいるんですけども、このワラビーっていうモンスターが何するかっていうと、これちょっと読んでいただきたいんですけども、その手札に戻した後にデッキからメルフィーワラビー以外のメルフィーモンスター2体特殊召喚できるって書いてあるんですよね。強すぎませんで、手札1枚戻ってきて2枚デッキから特殊召喚してるんで、なんかこいつ1枚から3枚にしてるんですよ、カードを。あまりに強いと、さすがに最強という話がありまして、で、あ、共通効果で一応エンドフェーズにね、手札から特殊ができるよっていうメルフィーの共通効果があるんですけども、まあ、これでね、何をしていくかっていうと、まあ、今回新規で追加されてるモンスターがいくつかいまして、まずですね、これですね、メルフィーラスティ、革命的メルフィーモンスター。メルフィーっていうのは基本的に召喚特殊召喚に相手が成功した場合か、または攻撃対象に選択された場合にしか、なんか手札に戻る効果を発動できないというところがあるんですけども、なんとラッシー君ですね、特殊召喚条件が、メルフィラッシー以外のなんか獣族、表側表情の獣族が手札に戻ったターンにいつでも手札から特殊召喚できるという効果がありまして、でしかもその後このカードと手札のメルフィーを、素材にしてシンクロ召喚ができるっていう効果を相手ターンでも発動できます。これめちゃくちゃ強い。つまりアクセルシンクロができるんですね。はい、メルフィーの癖しやがって。で、メルフィラッシー君で出せるモンスターが縛りついてませんので、別に獣族じゃなくてもいいんですよ。というわけで今回は獣族以外にもアーデックとかね、あと結構手札にメルフィーがいっぱいいるので、デザートローカストとか、それからまあ、バレルロードサベージみたいなモンスターを入れて相手ターンに、ハンデしながらサベージになったりとか、ウキウキメルフィーズっていうね、これ相手のモンスターバウンスできるんですけど、これを出していく、まあ、これが妨害になってくれるってことですね。で、ワラビーはもう一体その、パピーっていうモンスター出してこれて、でパピーがデッキから、獣族を出してこれるので、これでカラントーサー出せるんですよね。なので、ワラビー1枚からね、2妨害できます。はい、手札が強かったり墓地にリンクモンスターがいるとデザートローカスとかのサベージがあるので、なんかワラビー1枚から3妨害ぐらい出力できます。これさすがに強いということですね。はい、で、このワラビーを展開する方法として、いろんなパーツ入れてるんですけど、まあ、とりあえずギガンティックスプライトですね。はい、レベル2結構並びやすい、ので割とね、なので、この辺のカード入れてるのと、まあ出力できればね、レベル2をね、レベル2を出力できれば、こういった、動きができるのと、あとは、ね、これですね、これパワーカード、魔獣の怪獣、獣族しか出せなくなる代わりに、カード名が異なるレベル2以下の獣族を3体出すっていうデッキからぶち壊れカード、これを展開に使っていきますという感じですね。で、まあ、レスキューキャットとか入れると、まあ、一応上振れ展開みたいなの狙えるんですけど、レスキューキャットくんなんか誘発めちゃ重いんですよ。なんかウララとかエフェクトベイラーとか無限抱擁とか全部重いんで、レスキューキャットはね、ちょっとに あんまちょっと入れたくなくて、今回はメルフィー と、それからスプライトと、鉄獣のギミックにしましたね。で、鉄獣ギミック入れておくと、こいつは獣族なんで結構リンク召喚割とつなげやすいんですよね。アダハナのフェルジットとか、フェルジット行ったり、ベアブルーム行ったり、それからまあ制約かかんなければね、ギガンティック行ったりみたいなことができるので、まあ、こういう動きを入れながらワラビー君の効果をうまく起動していきたいなというふうに思ってます。まあ、もちろんね、上振れ展開、すると普通にワラビーで妨害しながらリボルト構えるみたいなこともできるんで、めちゃくちゃ強いです。はい、早速ぶん回していきましょう。ウキウキをワクワクを思い出すんだ、デュエル参拝。ハンドが絶妙に弱いですね。これマジで何もいけんじゃねこれ。これワラビーとパピー出してヘッドランじゃないこれ。マジ？そう、本当にそれくせえな。特殊ができないじゃん。
これ超過しても意味ないもんな。おもむろにカードをセットしエンドフェイスそんなことあるっていうぐらい弱いけど、一瞬ね、いや一瞬弱そうに見えるじゃないですか。いやそんなことないっていうことだけちょっと言っとくわ。実はそんなことないっていうことだけ言っとく。これだけでも妨害成立してるのがワラビーじゃねえ、メルフィーのいいところだから、うん、分からせる、ま、言ってて、これ体感4妨害ぐらいあります。これ体感4妨害、これだけでシェイレン、いやこれは無効にした方がいいな。このなんかティアラメンツさん一応誘発ちゃんと聞いてくれるのはまあ嬉しいですよね。うららとか無限法要とか、まあ、ある程度は、まあ、無限も結構キトガラスに打ったらまあ意外と止まってくれるし、あのうららでも止まってくれることあるし、レイノハート持ってるから止まんないんだけど、レイノハート、まあ、レイノハートは別にいいか。キトカロスに無限包容を打った方がいいかもしれない。とりあえず貫通されるかもしれないから、普通にこれで、ワラビーも発動する。あいつら効果で破壊すると、大歓喜して墓地から湧いてくるんで、あんまり、あいつ、なんだっけ、あのカラントーサが微妙ですね。ハウフにすまんの。お前強すぎ、全部持ってんじゃねえか、ふざけんなこいつ。レイノハートハウフにしてねえってこと、世界終わってんなあいつのハンド世界終わってるわ。でモンスター特殊召喚します。でこれカラントーサまるで意味ないんで、トライブリゲーディングキット出していくしかなくて、でワラビー墓地手札に戻しながら、デッキからは、メルフィーモンスターを2体特殊召喚できる。ワクワクを思い出すんだ。ワクワクの森より現れし、メルフィーキャッシーとメルフィーポニーを特殊召喚、そしてレイノハートの効果によって何らかのカードを1枚墓地を送りながら、ハウフニスの効果によって融合を狙ってくるスタイル。メイルー落ちる、メイルー落ちる、まあ、キトカラス止めたらなんとかなんじゃねえかな、これ無理ですかね。はい、でレイノハートと、メイルーをデッキに戻す。 OK、なんかさ融合するときにさデッキで戻すのおかしくない？なんでリソース回復するんだこれちょっともうギミックがもう頭おかしいんですけど。ですね、ポニーは意味がないから、ポニー置いといてよくて、でキャッシー効果、まあ、ポニーは後でいいね、あの素材になるかもしれないからポニーは後でいい。で無限包容を打ってキトカロス無効にするでしょ。これ一応キトカロス君が一応墓地を送られる効果自分では使えないから多分なんとかなるんだよね。で手札4枚ある。で1枚はシェイレンで、デッキから特定のカードを手札に加えていくので、これで、アザラシを手札に加えていく。いやこれなんとかなってくれ、頼む、なんとかなってくれ、なんとかなれ。一応あと1妨害残ってます。頼む、耐えてくれ、耐えてくれ、頼む、もう動くな。よしオッケー、とりあえずバトルオッケー。キットはこれ破壊された方がいいな。キット破壊しようがいいや、それはありがてえ。で、キット効果発動。さあ、墓地を食らった場合に、トライブリゲードを墓地を食いながら、で、ナービル効果発動。で、カードゲーム芸人の効果によってケラス持ってきて、で、これでカードゲーム芸人は仕事してくれたので、ちょっと待って。そう、あ、まあ、それは別にいいか。それは別にいい。それも別にいい。そんなに困らない。あとキトカロスをちょっと戻してあげる説がありますね、これは。ラッシー君は、このターンに多分使った方がいいと思うんで、はいはいはい、でケルドを特殊召喚していく。でさらに、ケルド持ってくる。 OK、 今は回収する人ないな。さあお仕事の時間ですよ、メルフィーラッシーさん。さあこれが新規モンスターってか手札6枚あんの強これちなみに、8シンクロとか持ってるんですけど、メルフィーいるから。ただね、急にサーベージ出しても弱いので、あ、これちなみに一応ハンデス の、 あの、サイクレーム、モンスターとか、 あと天意の竜騎士とかも出せます、普通に。はい、一応ね、これ何でも出せるんで、ここ汎用リンクモンスター出せるんで、あ、汎用シンクロモンスター出せるんで。ウキウキを思い出すんだ、ウキウキメルフィーズ特殊召喚成功時効果発動、相手フィールド上のモンスターを手札に戻す。いけ、うおーうおー、バウンスや、戻れ。さあどうする、なんだこのチェーンは、何を考えている。あー、ケルベックか、あーいいよいいよ、オッケーオッケー、まあ、ウキウキメルフィーズはまあ、もう一回出せばいいので、まあ、そんな関係ないですね。バウンスはどうでもいい、
オッケー、いいでしょう。まあ、とりあえず戻ってもらって、でポニー効果一応発動する、自分の墓地からモンスター回収したいよという効果で、ムドラ効果発動される。で回収できませんでしたと。オッケー、いいでしょう。まあ、ここでまあムドラ使ってくれたなら、まあありがたいですね。これあの鉄柱のギミックを使うと、墓地のモン、獣族モンスターを除外してこう展開していくことになるので、まあ、これでまあその、なんだ鉄柱リンクケアを した感じでしょうかね。でまだケルドもいるから、それもできないと。スマッシュアズきた、オッケー、では攻め手をちょっと変えまして、まあ、とりあえずトライブリゲードケラスを特殊召喚していくしかないかな。でケルドを効果除外して戻す、さらに戻していく、一生鉄柱ケアしてくるな、やるな、どんどんデッキ戻っていくぜ。まあリソースが回復してるから、まあ俺はそんなにあれだけど、まあ墓地リソース結構使うデッキであるんでね。さあ、キャラス特殊召喚していく。じゃあスプライトかな、一旦フェリジット出しに行くじゃないですか。で獣出してから、あの1800打点めっちゃ抜けないんですよメリフィー君たちね、ちょっとね打点ゲロ低いっていう弱点を抱えておりましてあの鬼ほど弱、打点が低いというね弱点を抱えておりまして、ちょっと1800守備ですら突破するのがかなりむずいという話がありますので、ちょっととりあえずこのギガンティックスプライト君の3200で頑張ってもらうことにしましょうさあスプライト、ギガンティックスプライトの効果を発動していく。でこっからはもちろんスプライト展開だぞ、当たり前にな。こっからちょっとメルフィーでちょっとなかなか盤面に打点を作るのがかなり難しいので、スプライトジェット持ってきて、でジェット特殊でジェット効果ゾーでスマッシュアザーからこうスターターで打って、でスターター効果発動。相手はまあモンスター効果中心なんでレッドですかね、さすがにね、打点低いだろこれなんならスプライトたちのあの打点めっちゃ高いからね、これ1100とか、メルフィーなんてこれ500とかしかないからね。これ先行はメルフィーで妨害して、まあ3ターン目くらいからスプライト展開とかしながらなんか動いていくみたいなイメージなんかな、やってる感じ。ちょっとあのレスキューキャットとか入れてないんで、今回ちょっと誘発が重すぎて、なんで魔獣の回収くらいしか入ってないんで基本的には。なんでちょっとちなみにレスキューキャットの展開通るとめっちゃ上振れることができるんだよね。リソース回復しに行こう。これで誘発とか引けるといいな。さあ森のメルフィーズを特殊召喚、森森メルフィーズ、森のメルフィーズの効果を発動。やべえ60秒しかない、考えすぎた。とりあえずですね、メルフィーのかくれんぼを1枚手元に加えて、でもうリンクサインにできるの獣族しかいないんで、ちょっとエルフ出せないんで、しょうがないんですけども、とりあえずですね1回でラッシーとかは全部ですね戻しておきたいんです。あ、戻してくれたか、さっき。そういえばさっき、あ、リボルト来た、強そう。セット、まあ、セット、まあ、これでエンドかな。はい、でエンドフェイズいけ、メルフィーワラビー特殊召喚、うおさあまたワラビー地獄だぞ。さっきお前はデッキに戻したよな、俺たちのモンスターを。またワラビーはわらわらと蘇ってくるぜ。いや、蘇るじゃない、デッキから出してくるぜメルフィーをな。スクリーム強い、スクリームは強い、スクリームはいいかってことはいるんだな。あー、シェイレーンね、これは無効にした方がいい気がするな。で破壊すると融合されるから、無効にするだけの方がいいか。でレッド効果で、シェイレーンの効果無効にする。そうすると多分なんか通常召喚権使うしかないよね多分。そしたらスクリームをなんだっけ、スマッシュ全然いいかな。で止まると思うんだよね多分さあ頑張れワラビー、いいぞ。スクリームで OK で、スクリーム効果、ワラビーの効果発動、変身します。で効果でスマッシュぜ。でスターター除外して、でレベル2ランク2リンク2モンスターを除外することによって相手のカードを除外する。そのカードは永続魔法だから除外されると効果は起動できない。よし、その後1枚勘誘語とかやめてね。そしてデッキから、メルフィーポニーとメルフィーキャッシーを特殊召喚。ほい、はいと。よし、
よし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 、いいぞ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 、バトルオッケー、よし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 、耐えてる耐えてる、いけるぞ。いいのかそっち殴って、お前殴る方ポニーの方がよかったんじゃないか。キャッシーに殴るとお前やばいことが起きるぜまたこのねアザラシめっちゃ強いんだよね。まあ、ポニーも効果そうするぞ。じゃあポニーの効果発動して、で、あ、回収できないこれ、やべミスった。まあ、いいや大丈夫、問題はない。エンドフェイス行くぜ。メルフィラッシーの効果発動。メルフィラッシーは自身を特殊召喚しながらモンスターを特殊召喚することができるぜ。うおー、新規の召喚現れろ、ウキウキメルフィーズ効果発動、戻れてよ。何やばい、残り8秒しかない、危ない危ない、危ない危ない、くそ、ティアラメンツ相手は考えることが多すぎて、こっちまであれだよ、あの時間がなくなるわ。おらおら、まだ俺のバトルフェーズは終了してないぜ。リバースカードオープン、トライブリゲードリボルト、自分の墓地から獣族、いやケモラーモンスターをゲームから除外することにより、そのリンク数に応じたモンスターをエクストラ的から特殊召喚できる。はっはっ、現れろ、アダハナのフェルジットリンク召喚、どれやー、お前のライフは残り800、いけフェルジットダイレクトアタック、うわー、メルフィー最強ー。ティアラメンツとかいうデッキがさ強すぎるせいなんだけどさ、やっぱさ、なんかいまいちさ他のデッキ使う気起きない感ないですか皆さん。僕は動画投稿者なんで、あのいろんなデッキ使わないといけないじゃないですか。ティアラメンツにボコされるの確定してるデッキ組むのやばいですよねこの環境終わんねえかな早く。これはね、あの、まあ、スプラ展開するのが多分普通だと思うんですけど、これ基本的にはね、はい、僕のデッキは何と言いました、そうなんですよ、スプライトではないメルフィーなんですよ。俺のデッキはメルフィーなんですよ。だからこうする、ワラビー持ってきて OK で、トライブリゲードキット効果発動。トライブリゲードキットの効果によってナーベルを墓地に送っていく。でナーベルの効果発動、ナーベル効果によってケラスを手段変えていく。これでこっからちょっと展開考えないといけないな。一旦ケラス出そう、ワラビー切って、これは後でエルフで蘇生すればいいから、とりあえずこうする。でフェリジット出しに行く感じだよな多分これ。でケラス効果2枚ゲームから除外することによってアダハナ出していく。うわ、なんかある、なんかこれ無限、あペール危ねえ、無限だったら結構終わ、なんか世界の終わりみたいな、世界の終わり若干感じたけど、まあ大丈夫だ。まあ一応でもエルフでワラビー蘇生できるから、まあ最低限仕事はしてるんだけどね最低限で。さあでこれでケラスの効果でフェリジット出す。でフェリジットとケラスでベアブルームこうだな。でベアブルームのこれはいらないな、これは別にいらない、強いからいいな。でベアブルームを巻き込みながらエルフだな、こことここでエルフで、ベアブルーム効果発動にチェーンしてエルフ効果で、これでトライブリゲード縛りつく前にワラビーを救出できる。 OK、 よし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 。でリボルト持ってきて、これで相手ターンにシュライグで出ますね。で無限保養返して、でセットしてエンドで、これで一応なんかあんま強くなそうですけど、これパッと見一応ね、リボルトとワラビーの棒があるんで結構強い盤面にはできてます一応。でゾウジーぶっこんで参戦ケア、やべ、でもそれあんのか、これメインフェズとかいいのかこれ。いやーこれミスったな、
いやこれメインフェイズの方がいいか。エルフの効果あるもんな。いやミスったわ、ごめん。これ多分メインフェイズ増進の方がいいわ。参戦と墓穴どっち気がするかもんであるけど、これぶっちゃけ参戦と墓穴どっち気がするか問題はあるんだけども、普通にメインフェーズで良かった気がする。で演武天気エルフがある場合はちょっと待ってこれ何デッキですかこれ。演武天気戦火鉄獣、あ鉄獣か、オッケー。獣対決だ。どっちが強い獣かはっきりさせようぜどっちが強い獣かはっきりさせよう、まあ、とりあえずキャロット特殊召喚するわ。あスターターね、オッケーオッケー、スターターはいいや、オッケーいいでしょう。あいつは鉄獣スプライトメルフィ入ってるか知らんけど、まあ、似たようなタイプのデッキだな。さあメルフィ入りかメルフィ入りじゃないか、ちょっとメルフィ入ってるかどうか知らんけど、相手さあ決着つけようぜ。ワクワク VS ウキウキってか、ワクワクしてきたぜ。スプライトブルー効果いいだろう。でメルフィーワラビー効果発動、メルフィーワラビーの効果により、デッキからモンスターを2体特殊召喚できるぜ。うおあこちらにワラビーちゃんは一応デッキから特殊召喚できる、2体特殊召喚できる代わりにあのメルフィーモンスターしか無理っていう制約がありますね。さあブルーで何持ってくるかによるんだが、あジェットか、なるほどいいだろう、ジェットいいだろう。まあモンスター向こうでも魔法向こうでも、あでもこれあれだな、盤面にちょっとモンスターが並べすぎてるからちょっとどかさないとな、どかさないといけないな。これちょっとリボルトの枠がないそんなことあるって感じで、ちょっと リボルトの枠がなくなっててガチでやばいので、一回パピー効果発動する。でさらにキャッシー効果発動する、キャッシーでモンスターサーチ、パピーでデッキからリクルート。さあキャッシー手札に加えながらデッキから特定のカードを手札に加えていく。もちろん手札に加えるのはメルフィらしい。これで戻ってくれるから盤面開いてよかったな。でモンスター特殊召喚いけ、森の聖獣から動作特殊召喚、倍できるだろ、大丈夫だ、時できるじゃない、タイミング逃さない神。さあジェット効果、あでもスマッシャーズかめんどくせえな、スマッシャーズめんどくせえな。でスプライトジェット、地下だ、どっちもいいんだけど、破壊する効果、破壊効果起動。さあどうする、さあどうする、スプライトスマッシャーズいいだろう。さあスプライトスマッシャーズの効果、いやーこれねキャロット使うか、使おう。で盤面どかした方がいい、多分これ盤面どかしちゃってリボルト打てるようにした方がいいから、これスプライトのリボルトやっぱこういうところで相性いいですよね。さあなかなかのチェーンガステになってきたじゃねえか。そしてトライブリゲードリボルトを発動、トライブリゲードリボルトの効果により自分の墓地および除外されているゾーンから獣を特殊召喚し、特殊召喚したモンスターを素材としてリンク召喚を行うことができる。やーけーたうトウリンク召喚現れろ、リンク4強調のシュライク、リンク召喚成功時いろんな効果発動するぜ。これわかんない、鉄獣あんま触ってんかわかんないで、これ何これチェーン どういう順番すればいいの俺。ナーベルキット残り30秒しかない、やばい、残り30秒しかないぞやば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 いぞ、ちょっとラッシー黙れラッシー黙れラッシー、ま、ちなみにまだ俺はまだあと1回妨害を残しているってやつだ。さあケラスからのナーベルからのキットあと残り25秒やばすぎる。さあかかってこい、なに貴様まだ動いてくるだと、手数多すぎだろなってふざけんな。まあ俺も手数多いよな、かなり妨害の手数かなり多い。さあキット効果、自分の墓地を送られた時にナーベルを墓地としてナーベルで何かを回収するという効果、いいだろう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 、オッケーいいだろういいだろう、キャラスいいだろう、よし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 いいだろうオッケーキット召喚、メルフィーらしい効果発動、
さらにモンスターを特殊召喚。これやばい、16秒しかない。これデザートローカスをいけるか。デザートローカスをいける。でメルフィーラッシーと、パピーとワラビーで真空召喚。現れろ、デザートローカスと特殊召喚成功時効果発動、相手は反転する。さらにデザートローカスとの効果、相手なんで真空する。時間がない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 、頑張れ。うおー、あと残り5秒。バレルロード、サベージドラゴンのシンクロ召喚成功時の効果もある。絶対に装備だけはしたい。ナーベル墓地送る。でバレルロード効果によってこれ装備残り2秒。やばすぎー。高速で向こうしろ、高速で高速で高速で向こう、高速向こう、高速向こう。シャドコレ1秒もうこれ以降はありません、何も。あぶねーあぶねーあぶねーありえん、危なかった。クソ危ねー。キャロット、あとは打点並べればかしか。一応ギガンティックいくか。こことここ危ない、やばい、やばすぎる。残り1秒からだよお前、危なすぎるよお前。ちょっと展開にね、ちょっと展開慣れてなくて、僕あんまりその鉄銃とか使ってないんで普段から、なんでちょっと考えすぎたっていう説はありますけどね、はい、皆さんはこういうことないようにしっかりとね、あの使い慣れたデッキを使っていただければと思います。ちなみにあの毎日投稿してるんで、1週間に7個デッキ作ってるじゃないですか。あのだからなんかそのデッキの連動めっちゃ低いんですよ俺。すごい言い訳しますけど、デッキの連動ありえ低いっていう。でトライブリゲートキットの効果は普通にサベージで無効にしていく。はい。でこれだってさ、ティアラメンツ環境、しかもさ、なんかさ、フィールドモンスター効果発動するかどうかもさ、ハーフにしてなんかあのケアするかどうかとかでさ考えないといけない。めっちゃめんどくさいですよね。ほんまに。いけ！対戦ありがとうございました。残り1秒は腐らない。ちょっとやっぱ展開力がね、やっぱレスキューキャットとか、に頼った方が強いんだけど、それを入れるとなんかな、誘発めっちゃ食らうしな。春化粧出た。スプライトをちょっと多めにするとスプライト寄っちゃうんで、なんかね微妙なんですよね。まあ一応スプライト、ギガンティックスプライトからあのメルフィー出したらできるんですけど、ワラビーを出したらできるんですけどね。一応スプライトをゴリゴリに入れた方が多分そのランクまでは勝てるとは思います。はい、多分。まあ、ちょっと私はいろんな事情によりスプライト結構全部ピン出しぐらいになってますけど、はい。まあ、もうちょっとスプライトに寄せた方が多分強いとは思うな。ああ、ワラビーなんて別に特殊召喚できるから、ギガンティックスプライトとか、あとはあのメルフィーで持ってこれるから、多分なんかまあ3枚も入れられる必要ないんだろうね、基本的には。と思うけど。さあ、ガジェットと春化粧のムーブをされると、さすがに手札コストを確保しながら、春化粧がやたらと出てきて、めちゃうるさいっていう説があるんですけど、これどうなります最終場面。これ実はですね、この春化粧とかいうモンスター、うららとかわらしめっちゃ踏むんで、うらら持ってると21交換できてめちゃくちゃやばいんですけど、本当に春化粧使ってわかるんですよ。うらら言われるとめちゃくちゃきついっていう。いや、ブロックドラゴンあかんやん。もうさ、そのタイプのハルケーション絶対アダマシアでいいから、それやるんだったら絶対アダマシアでいい。マジでそれやるんだったら絶対にアダマシアでいいんだよ。だってさ、これさ、地属性モンスターの効果しか発動できないんですよ。もしかしてこれパキュアルとか出んのこれ。嘘でしょ。結界像ぐらいにしとけ。結界像でもきついけど、普通にそれ、もうそれやりだしたらもうあかんやん。何この地獄絵図、何この地獄絵図。やばいこと起きてるんですけど。さらに、クマさんの効果発動して、カードを1枚ドローしながら、墓地からモンスターが特殊召喚される。でこの世界が終わる、やばい。地獄なんだけどこれ。あかんやろこれ、あかんやろ。
いワンフ若いやろスプライト相手に。え？俺これなんかできんの？スターター出せない、モンスター2体な並ばないよねこれ。トライブリゲードキット召喚、爆破される、爆破されて墓地壊す、まあ、とりあえずこれ国会か、ワンフ効果、爆破される、爆破でキット効果、あこれ 通されるで、ナーベル墓地送るで、ナーベル効果、ケラス持ってくるで、ケラス効果、バレリホーン出し、追い、捨てて、で、こう出す。で、爆破される。無理ですね。無理です。エンドフェイズ、ワラビー効果。ちょ、無理。全然無理。何この地獄みたいなデッキ。